どうもタブヤンです。ファミスタアドバンスパリーグ第2戦、気を引き締めて失礼、一勝狙っていきたいと思います。相手は大英、若田部ですね、先発。さあ打順を大幅に入れ替えて、2番谷、長打力もありますよ。惜しい。ちょっとね、操作もアナログスティックに変えようかな。どうだ、左中間きたー。セカンドいけるじゃんこれ、頑張れ。よし、いけた。もういろいろ変えてみよう。第1戦完敗でしたからね、西武に。さあシェルドンで、ワンファーストストライクはちょっと見ていこうかな。あーっと詰まったね。おお、そこ狙われた。そして4番福留、あのね、ファーストストライク見るの忘れた。きたー、右中間、走れ走れー。セカンドアウトかこれ。オッケー、セーフ。さあ初回から攻めましょう。そして5番セギノールとね、1番から4番まで右バッターを並べて、まあ、セギノールはね、あのスイッチバッターなんで。きたー。さあ1日経つとこんなに変わるのか、オリックスの打線ナイスですよ。そして大島、大島もスイッチヒッターですね。ファーストストライク見るの忘れてるあーダメだ。いやでもいいんじゃないでしょうか。私が全部バッティングするからね実際の野球とは違ってゲームなんで、1番バッターから右バッターを並べて、その後は左バッターを並べるっていうね。あーっとだー、取れないかー今。そして2番手先発ピッチャー、調子が良かったので抜擢、クデソン。空ですね、韓国のピッチャーですね。オリックス退団した後1年だけメジャーリーグニューヨークメッツに行って、1年でクビになったというねクデソン。ほれセカンド、ファースト、あーゲッツーならず。でもアナログスティックにやっぱりの方がちょっと慣れてるからね、アナログ阪神でね、アナログスティックでいこう。おら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 、オッケー。谷の守備範囲まあまあある。阪神より守備力は外野落ちてると思うんだよね。ファースト、よしよしよし。さあ初回リードしてますよそれだけでなんかウハウハするぜ。さあ左バッター並んでおります。ファーストストライクは見ていく。うわ、フォークの音だったけど、フォーク落ちないのか。落ちない、若田部投手落ちないね。ファーストストライクは見ていく。藤井さん8番、長打力あるよ。おい、あーアウトコース、インコース狙ってたんだけど、インコースきたー、狙い球きたー。追いつくかそれ、残念だ。さあそしてキャッチャーは日高、ヒット1本打ったからね。あ、ファーストストライク振るなって落ちないのかい。キャッチャーは日高でいきたいと思います。ああダメか、まあまあ1番バッターからだから、よしとするか。次の回ね、松中さん怖いな。おらおらおら、ああダメだ、交代守備しといた方がよかったか。足はそんなに速くないけどな。次は秋山さん、交代守備だな、秋山監督。
交代守備の前行かれた最悪だ、ピンチですねこれ。城島、阪神にも来てくれたキャッチャー城島、7番バッター。ダイエーは2001年2位ですからね、強力ですよ。フォーク押しで、よし、落ちないフォーククデソン大道、おら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 、さあツアウト。鳥越さん、バッター勝負だ、バッター勝負、ここ抑えようぜ、抑えよう、アウトコース中心で、うわー打たれたー、ツーアウト満塁か、一打到底、さっきヒット打たれてる、怖いなー、インコースズバッとな、オッケー、もう一球インコースか、フォーク、うわー振らない、アウトコース、ピッチャー、あー抜かれた、まだ1点勝ってる。バルデス、2番バルデス、おら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 、よし1点取られたか。さあ1番バッターからですよ、ファーストストライクは見ていこう、しおちゃん、おい、じっくり見ていこう、オッケーオッケー、警戒してる若田部も、おお、ノースリー、プレッシャープレッシャー、打ち時だね、打っちゃえ、あー残念、でもまあ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 、こんな感じで球数も投げさせて本気で勝ちたいんだ。単にフルスイングでいくか、わあフォーク来たか、どうだ、宇宙間真っ二つ、谷ならセカンドいけるっしょこれ、オッケー、悠々ツーベース、さあクリーンナップ初ヒット打ってくれ、シェルドン、ファーストストライクから打っちゃった、サードアウトか、くわー、まあ3番4番が打ってくれないとね、どないもならんよね。福留さん、ファーストストライク見ようか、最後こっからフルスイングで、うなー、3番4番が打たないと勝てないよな試合には。ほらいいね、第一戦より守備セカンド秒がなくなってるよ、交代守備、国保さん、国保日本代表監督、あーちょっと警戒しすぎ、明らかなボール、フォークかな、インコースフォーク、あーナイスキャッチ、よーしいい守備だ、松中さんか、もう交代守備だなこれ、振る気満々だね、ピッチャーオッケー、あービクビクしながら勝ちたい。さあここから左バッターが続きます、セギノール、セギノール一本打ったんだよね、ホームランかセギノール、あー頭越えない。さあスイッチヒッター2人、大島、ファーストストライクは見ていこう、それだけチームの約束にしよう、こっから打っていこう、カツラギ阪神に来てくれた、ファーストストライクは打っていこうって言ってるのに振ってしまうというね。あーまあこれはしょうがない、全然安心できない点差だよね、1点差、秋山監督か、交代守備かな、
交代守備したらポテンヒット打たれたんだよね、さっきね。棒球だけど打ってくれないね。打たして取るピッチングは基本だからね。よし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 、注文通りのショートゴロ。キャッチャー城島か、これも交代守備かな。フォークフォーク、いいね、落ちないフォーク、クデソン。たまに落ちるフォーク、肩に負担がかかるでしょうねこれ。フォーク連投、落ちるね、今度は落ちないよ、落ちるね。フォーク落ちるね。いいね、クデソン、もうでも肩限界かも。さあ藤井さん、ファーストストライク振ったらダメだよ。わお、落ちない、あ逆突かれた、アウトコース狙ってた。さあ日高空振り三振、肩で息してない若田部さん。さあここから狙っていくか、もう一球見た、どうだ、ダメか、ヒットって打つのこんなに難しかったっけ。あピッチャー交代、若田部ノックアウト、吉田、このファーストストライクは見ていこう。結構ボール球投げるよねこのゲームのコンピューター。まあそれが野球なんだけど、全然、あーこのフォークが多いんだよな。まあ実際の野球でもそうか。こっちも肩で息をしています。クデソン先発、2試合目先発抜擢のクデソン、頑張って打たして取っております。あ2安打打たれてる、オッケー、ナイスキャッチ、いいね、安定してきたね。クデソン、バルです、交代守備だな、そうでもない、バルですは長打バッターじゃないのか、2番バッターね。いやー1点追加点欲しいな。さあ谷高田潤、2番バッターからの高田潤、さあこれ3番4番が打ってくれないとね、試合が作れない。完全に振り遅れてる、届かない。フォークにやられる、シェルトン、どうもアイシェルトン、フグ止めさん、初球打ち、うわやっぱ3番4番はもう初球からガンガンいってもいいね。クエソン続投、おらおらおら、やばい、嘘でしょ、嘘、同点ホームラン、井口さん、メジャーリーガー、人材豊富だな、やられました。ピッチャー交代しようか、クデソンよく頑張ってくれた。トカノさん行きましょうかね、トカピー、トカピー調子上がってる、負け試合も投げたからかな、うそー2人連続。逆転ホームラン、1球でトカピー打ち崩される、ホームランバッターは怖いね。よし、いいスローイングだ、まあ、打線がね3点3点ぐらいは取ってくれないとね。守備陣は頑張ってるよ、 3失点なら。お、城島さんアウトコースに構えてるから届かないんじゃないのこれ、ほら。
さあ1点差、セギノール、初球打ち、うわ届くかそれ、球威がなかったか。ダメだ、もうファーストストライクから打っていこうか。カツラギ、ファーストストライクから打つってかっこよく言ってるけど、ボール球の見極めよね。9位に負けてる。ラッキーセブン0点。初回から音沙汰なしか。とかの続投か。さあ8番9番をしっかり打ち取って、あダメだ、あダメだ、キャッチできず。柴原さんか、前進守備かな、前進守備のとこいいね、ナイス前進守備だ。あファースト投げればよかったか。まあ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 、まあ2番がバルデスっていうのがよくね、どんなバッターかわかんないんだよね。うわーちょ、あダメだ、サードに行かれた、くー、あーすっぽ抜けた。先ほどホームランを打たれた井口か、あー逆突かれた、追加点、この追加点は痛い、取れたんじゃないかセカンド、小久保さん、さっき2人連続ホームラン打たれた、ほらほらほら、かー完全に大栄のペースになってきました。藤井さん、なんとかしてくれ藤井、守備範囲広いな、日高日高、さあ1番バッターに抜擢、塩さんヒットなし、うん焦ってるなちょっと、あらまあいいとこなしだ塩さん、ピッチャー交代するか、山口いきましょう、ど真ん中打たして取るスタイル、ど真ん中ですよ、振らないね、ボールですか今の、 OK フォーク、秋山さん、オッケー、あギリギリ、城島ピッチャーゴロ、さあ最終回2番バッターからの好打順、初球からいく、当たりが良すぎてシングルヒットか、最後シェルドン、初球からいく、初球からフル、3球フルスイング、シェルドン、くー福留さんホームランで同点だ、うわーホームランホームラン福留、当てるだけで精一杯、ゲッツーコース、なあ結局初回から
ゴーダは聞かれず、一歩及ばず。自力の差が出た感じですね。なかなか厳しいね、この2001年のオリックス。私の実力がない上に戦力不足っていう。悔しいね。イチロー田口壮が欲しいね。なんとか初戦をものに、ね、初勝利をものに次回頑張りたいと思います。それではまた、さよなら。